あのね書類仕事なんて全然できないんだけど、本当に私に執務室の当番をさせる気それより、戦いに出す方が良くない戦果が上がれば、君だって嬉しいでしょ感染者のために戦う。それが私の心情。私たちに降りかかる不条理は、誰の目にもはっきり映ってるはずなのに、ほとんどの人が見て見ぬふりでしょ でも、私は見過ごせないし、見過ごさない。ロドスのオペレーターたちは、みんな私をサポートしてくれる。だから、みんなの期待は絶対に裏切れないんだ。ロドスで働いてる理由そりゃ、行くところがなかったからに決まってるでしょいや、というより、ロドスより条件のいいところは見つからないと思うよ。 給料もいいし、医療設備も最新のものばかりだし。その上、かわいいウサギちゃんもいる。最高でしょ私は、ロドスの教習担当オペレーターって言っても、戦局をひっくり返すようなアーツも、一人で敵の大軍を相手にできる技術も持ってない。でも、<laughs> 私の得意技二つを組み合わせれば、どっ、 効果抜群こういうの、化学反応ってやつかな。アーミアちゃんは、私が知る中では、一番選手の才覚に恵まれてる子よ。戦況の判断ははっきりしてるし、あのアーツは、見るだけでも震えが来る。でも、よくよく考えてみれば、あの歳でどうやってこれだけの力を身につけたのかな。正直、 こんな力は持たない方が幸せでしょうに。もし私の助けが必要なら、遠慮せず言ってちょうだい。君が私を信じて、私も君を信じる。君が指揮をとって、私が戦う。そういうこと。私たちこそ、ロドスのベストコンビだよね。あ、今言ったこと、アーミアちゃんには内緒だからね。 君に会う前、たくさんの人が記憶喪失前の君について話してくれたよ。まあ、今の君は、あの人たちが語るドクターとは、ちょっと違うみたいだけどね。前のドクターと今のドクター、別人って考えた方がいいかな。<laughs> ドクター、いつか君は、自分の本当の責任を背負う日が来るって、ケルシー先生が言ってた。 私は命を救ってくれた先生のことは信頼してるし、君は何者か自分の目で確かめろ、とも言われた。もちろんそうするつもりだよ。オリパシンが私の命を奪うまではね。あ、ドクター、タオル取って。うん、今日のトレーニングはこれでおしまい。毎日欠かさず6時間のトレーニングを積んで、 命令が来たら、いつでも出られる臨戦態勢にしておかなくちゃいけないんだ。よし、お待たせ。今日はどこ行くいい今回はドクターのおごりだからね。もしドクターを寝室まで運ぶところを見られたら、誤解されちゃうかな。いっそ、このまま寝かせておこうか。ロドスのオペレーター。 ブレイズだよ。はい。これが私の配属権限委任状。ケルシー先生のサインはもらってあるよ。さて、ドクター。他のチームに私たちの実力を見せてあげよう。こういう戦いは何度も経験してきたけど、もっと厳しいものが後に待ってるんだろうね。 周りの空気が熱くなってきたのを感じるわからないへえ、じゃあもう少し温めてみようかな。いや、ムードを盛り上げようと思って。アーミアちゃん、ケルシー先生、そして今の君。ロドスの仲間が君たちを認めてるのは、君たちが一度だってみんなのことを諦めなかったからだよ。 感染者のために戦うことが正義だって、私は信じてる。私たちの戦いには、とてつもない価値があるんだよ、ドクター。戦いに行くの私も頭数に入れといて。あ、私が指揮か。ま、敵を全員片付ける方法くらい、よーく知ってるよ。 教習オペレーターの基準は厳しいよ。私の動きについてきて。ちょっと乱暴だけど、硬い金属とか、シェルターを切り裂くのが好きなんだ。高温期待力学はめちゃむずなんだから。エリートオペレーターから教わった切断術を見せてあげるこの辺。 温度が低すぎるかなチェーンソーのうなり声が聞こえるもしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからねこのチェーンソーで真っ二つにされたくなかったら、さっさと投稿しちゃって。私が振りまく血で、大盛り上がり間違いなし 鮮血が武器を染め、戦場を湧き立たせる無駄な犠牲だって、代価のない勝利だって存在しないんだ感染者の権利は、感染者自身の手で取り戻す次は頑張ろう。私たちはいつでも、もっと上を目指せる。そうでしょ 残念だけど、今回は月に見放されちゃったみたいだね。何か新しい施設は増えたかない、やめてよ。なんか暑くなってきたね。汗かいてきちゃったよ。アークナイツ。 ドクター、次の任務はいつ